植樹を行ったのは愛知県新城市の奥三川蒸留所が地元住民らと立ち上げた香りの桜プロジェクトのメンバーです。桜の花の美しさとともに香りも楽しんでもらい、さらに花から抽出したエキスを使った特産品作りを目指そうと2年前に活動を始めました。26日は香りが強いと言われる品種寒山や松月などのおよそ50本の桜の木を丁寧に植えていきました。子どもたちがですね、こちらに来て香りの、桜がね、見るだけじゃなくて香りをするよということを感じるような、そんな場所になってほしいなと思ってますね。来年の春には桜の花びらからエキスを抽出し、お茶や化粧品などの製品化につなげたいということです。